タンパク質美容というヘアケア法をチームのメンバーをはじめ広く世の中に発信していただいた澤さんを称えまして、ユニリーバジャパンのラックスバイオフュージョンから澤穂希さんをタンパク質ヘアケアビューティークイーン2014として表彰をさせていただきたいと思います。で、澤さんが髪のダメージに悩んでいた頃の写真パネルちょっと澤さん笑ってらっしゃいますけど、ご用意しました、こちらです。澤さん、いい笑顔じゃないですか見たからにすごいパサついて、髪の毛がちょっと見た感じもゴワゴワっていうか、ね、色がすごくちょっと先が変わってしまって、はい、乾燥してますね。いますね。実は澤さんが美しい髪になった秘密をですね、ここでちょっと皆さん一緒に伺っていきたいと思うんですけれども、いろんなタンパク質の原液を使ったトリートメントをしています。はい、海外遠征行くと特にこう髪の毛がごわついて乾燥してると、その時の髪の毛の状態に合わせていろんなこうトリートメントの種類があるみたいで、やっていただいてます。はい、なんか私なんかがいただいていいのかなっていう感じですけれど、このような賞をいただいてとても光栄に思います。ビューティークイーンいや、なんか世間の皆様に申し訳ないなと思います。写真もありましたけど、改めて見てどうでした？いや、もうあの写真を見られるのがとても恥ずかしかったですでも比較対象になったので、はい、こんなにもこう髪が綺麗にツヤが出る髪になるんだっていうことを少しでも証明できたのでよかったかなと思います。川澄さんが、はい、いや私ですよかったら私です、はい、いやそんなことはないと思います。川澄が美容担当っていうのは決まってないと思います。はい、おしゃれ担当、おしゃれ担当も違うと思います。あ、そうなんですか。周りは、はい、多分あれは周りがっていうか、多分皆様マスコミの方が言ってるんだと思います。うちのチームみんなおしゃれです。本当は番長はじゃあ澤さん、いやおしゃれ番長ではないですけれども、みんなおしゃれです、はい、あれマスコミの方が多分言ってるんだと思います。チームの下の子とかには、いやおしゃれじゃないでしょうっていうふうな冗談で突っ込まれてるぐらいなんで。ピカさん、なんかプライベートでいいことはないですか？私ですか？はい、来月、まあ、4月から新年度、神様に聞いてほしいですけど、あるといいですよね。現時点ではどうなんですか？現時点ではあるといいなってはい、適齢期じゃないですか。適齢期なんですかね。適齢期はいつ、そうですね、いつって決められないですもんね。あんまり言ったそれはそれで問題になりそうだなって思っていつが適齢期っていうとね、でもいつでもね、準備は万端なんですけど、楽しみなことは、はい、あればいいなって思って、はい、もうずっとこういうふうに聞かれてると思います、ね、はい、なんか大して面白いことももう答えられなくなってきてもうどうしようかなと思ってはい、サムさんはいかがですか？この4月に向けてそのプライベートの方で楽しみっていうのは、ちなみにプライベートでの楽しみ、はい、あったらいいですねもう毎日練習なのでなんかそういう機会があればって思います。今度女子会しましょう、はい、ぜひはい、同じね、はい、同じ上年年女で、はい、さっき、はい、確認し合いました。ちょっとあれですけども、じゃあ吉田沙保里さんとかも含めてどうしよっかな、まだ4つ若いから、はい。